こんにちは。お疲れ様です。ナミさん、いつも動画の方ありがとうございます。今回もスマホで5万円稼ぐ方法をねえ実はアップロードした瞬間に再生したのは私でございます。で、その前にえ、昨日送っていただいたあの、雪のね、動画の方ですけども、かなり長い4時間弱の動画だったと思いますけども、少しだけ私使わせてもらいました。えー、自己承諾でお願いします。というのが、今日、広島でもですね、いよいよ年に一度の大雪がドカンと。 やってくるそうで場所によってはね45センチも積も積るそうなんですよ。で広島県っていうのは実は中国山脈っていうのを背中に抱えておりまして県北でではね雪の被害って結構出るんですよそれこそ私がねまだ営業の個別訪問してる時、まあ、そういった時期もあったんですけどね30代の若い頃ですけども雪で閉ざされて帰れなくなっちゃってねお客さんの家に泊まったことが何度もあるんですよね。 で雪かきをするっていう仕事もさ4,000円か5,000円ぐらいで請け負ったのかなと思いますけども終わった頃には2万円くれましたねまあなんですね雪かきをしながらそのお店あのお宅のご主人や奥さんとね、まあ、会話が弾むわけですよで雪もパーッと綺麗になるんだけどもなんか一緒にいて45時間やると楽しかったんでしょうねこれで帰りあったかいものでも食べてよみたいな感じで落ち着いた天候のところを送り出してもらったりするんですよ いや、そういうことを思い出しました。でもそんなにね、実際のんきなもんじゃなくって、<laughs> やっぱりこう、広島県県北の方も、もう雪がだいぶ積もり始めてね、あの、地元の人からのその動画も送られてきたんですけども、もう電車が止まったりとかね、道路がちょっと動かなかったりとか、今日23日金曜日は出勤にかなり苦労するんではなかろうかと思います。まあ、それがですね、広島県全域に広がってきて、割と温暖な海岸沿いの方も、 ちょっと雪がぱらついたりとかね今深夜4時ですけどもまあ明け方なんですけどもかなりね冷え込むような寒さ突き刺すような寒さですねちょっと外に車見に行ったんですけども駐車場が屋根がないところはねもうビシッと氷張ってましたねまあ、ですんで明日朝出勤する際はやかに水入れて ちょっととうとうと流すのかなっていうところを想像しますけどもあれってあんまり車によくないらしいですねはいさまざまちょっとね雑談が過ぎたわけですけども今回ねあの FX のオリガルヒこちらの方のおご紹介ご案内の方も本当に恐縮でございますあのいやナミさんが思うように私もねずーっと FX のそのいわゆるコンサルとか塾とかずーっと疑問を持ってたことがあってそれはですねサポートのことなんですよ あの結局 FX で稼げるようになった人って商品を売ったりとか集客をしたりとかね人前に出てか喋ったりとかそういうのが苦手な人とかもっと言うとねサポートとととかかっってていいいいううのがが煩わしいと思思るる人んんじゃないかなと思うんですよだからこそ自分一人で誰にも会わずに何にも関わらずに一人で利益を上げる FX ってものを選んで,で FX でだからこそ人を排除してきたからこそ FX で成功したんじゃないかなと思うんですよ。 で FX で成功した人がじゃあ FX の塾を始めますっていうと今度は集客したりそれから販売したり FX のコンテンツを作っていったりとかねでサポート質問に答えたりとかそういったことが必要になってくるんですよですので FX で勝てるような力をつけることと FX の指導ができることっていうのはまた別なんでしょうねよく昔から言いますけども野球の名選手っていうのは監督になれるかどうかっていう問題ですよ 実は野球なんてほとんどわからない人が監督をやって選手の采配をこうねプラスにすることっていうのはできるんですよ。というのが野球じゃなくても別の分野でマネジメントがうまくいった人ってやっぱり野球っていうプレーに対してもマネジメントが上手になる可能性があるんですよね。でも名選手っていうのは確かにヒットを打つことはうまくてもサッカーだったらシュートを打つのがパスが打つのが上手でもそれを人に指導できるかどうかって別の能力が求められるんですよね。人格も 大事ですよね嫌われちゃったら誰も自分の命令を聞いてくれませんから監督ややコーチととしてやっぱり、ね、機能不全を起こすす思うんですよその中で私が自分で FX オリアルヒをやろうと思ったことできるなと思ったのは FX の実力は多分誰でもつくんですよこれは <laughs> ちゃんとやれば誰でもつきますあのそっからなんですよ先はね人に対して自分の理解したものを伝えることができるかどうかそれをめんどくさがらずにもっと言ったらね 前のめりでできるかどうかなんですよ。で、私なんておせっかいの方ですからね、どっちかって言ったら。自分でなんか物をね、新しいことを覚えたら人に話したくてしょうがないとかね、そういうところがあります。まあ、ですんで会社では煙たい上司なんでしょうね、きっとね。自分の自慢話ばっかりしてるよみたいな感じになると思います。でも、FX でどうやったら勝てるようになったか、どうやったら勝てるようになるかっていうふうな自慢話は、FX で勝ちたい人にとってみたらものすごく魅力的なお話だと思うんですよ。それもリアルタイムチャートで解説付きで。 毎日のようにやっていいくみたいなね今のところ毎日3回4回多い時には10回ぐらいの更新をしながらこの FX 売り歩きこの半年間やってまいりました私が思った通りこの FX のサポート私にすごく向いてるなと思いますねそれは速下塾っていう塾を今まで10年間やってきて何の苦痛も負担もなくやってこれたってところにも起因すると思いますインターネット環境が悪くても子育て中であってもね大和くんが膝に乗ってきても放送だけは続けてきましたんでね それこそ体調の悪い日もありますし雨の日も風の日もありましたけども10年間ずーっとやってこれたのはやっぱり自分の気質なんでしょうねおせっかいっていうねもうとにかく人に語りたくてしょうがないんですよこれ儲かるよって教えたくてしょうがないんですよ多分これねナミさんも同じような思い持ってると思うんですよだって世の中には素晴らしいものがたくさんあってそれに出会えたんだからそれを知らせずして何とするって形ですよくね本当に儲かる方法があるんだったら何でそれをわざわざ人に教えるの 一人でこっそりやればいいじゃんみたいに思う人がいますけどもそれも筋が通ってますそれは自分さえ儲かればいいという考え方の人なんだと思います私の場合はうわこれ美味しいすごい綺麗と思ったら人に話したくてしょうがないんですよねそれが自慢話みたいに聞こえちゃうんですよねいやーこの前さこんないいことがあってさ聞いてくれるみたいに話すとまた言ってるよーみたいになっちゃうのかもしれないですよねでもえ本当そうなのあ自分もちょっと食べに行きたいな見に行きたいなっていうふうに 思思っっっってててければきとといい話ってい話うのは広がっていくと思うんですよで、今回エフェクスオリガルヒエフェクスをどうやって私がね勝てないところから勝てるようになったのかってその違いを日々日々見に目の前にあるチャートから解説していくことによって多分少しずつあなるほどねそういう見方をすればいいんだあ15分足に行くといいんだもしくはあ、こういう時は長期足を見た方がいいんだそういうふうに感づいていただいたりとか月金はブレる日だから カースイかからら攻略したらいいんだなとかねそれからあなるほどレンジオプションってのはそういう風に作っていくんだとかねトレンドってのはこういう風に NG を書いてエリオットハドってのだから理解しなくちゃいけないんだみたいなことをなるほどなるほどの積み重ねでいつかね私の力なんてなくても自力でやっていける、まあ、そんなね FX トレーダーを育成したいなと思ってますで私の FX オリアルヒっていうのはまだ産声を上げたばかりですけども私のこの50代をね 捧げることによって10年間は最低やろうと思ってるんですけどもその中で本当に力をつけた人がオリガルヒの中から何人か生まれてきてそしてそういう人たちともしね目的が一致したら FX の専門学校を実際に設立したいと思うんですよねもちろんオンラインの専門学校になると思いますけども場合によってはね校舎とはいかないけども集会場所などを設けてね そこでで実際に授業のようなな感じでやっっててみたいなと思ってますまあそれはパフォーマンスでなんですけどねでもオンラインサロンで FX のことを10年レベルでやるようなねで学校法人を取得するような専門学校ができたらどんなにいいだろうかと思います私自身も投資業法のねあの例の何とかってやつをね忘れましたけども500万ぐらいいるんですけどもねそれを供託して試験を受けて審査を受けて取ってみたいなー 思っちゃったりするんですよね、うん、はいということでございましてあの FX のオリガラヒこれからもよろしくお願いします本当にご協力いつもありがとうございます